この上東大総長大学総長より開催のご挨拶がございます。この上総長からは、A、センター設立に際しまして、多大なご支援を賜りました。それでは、この上総長、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。東京大学総長の五ノ上です。本日は東京大学マーケットデザインセンターの発足記念シンポジウムにご参加いただきましてありがとうございます。東京大学を代表して一言ご挨拶させていただきます。この度、東京大学大学院経済学研究科に東京大学マーケットデザインセンターが設置されました。私はこのセンターに大きな期待を持っています。このセンターを我々が立ち上げたことには2つの大きな意義があると思っています。この2つはどちらも東京大学が我が国のため、あるいはそれのみならず世界のために果たすべき基本的な使命と深く関わるものであります。東京大学の基本的な使命、その第一はまず何といっても学術研究の面で最高水準の成果を上げて世界の学問をリードしていくということであります。学術研究の最先端は、分野を問わずワクワクする興奮に満ちた世界であります。しかし、そこは厳しい競争の場でもあります。国際競争は年々追って激しくなっていきます。その中で世界最高水準の頭脳を東京大学に振り向かせて結集し、この熾烈な国際競争を勝ち抜くことは実は容易ではありません。東京大学は様々な研究領域でこのことに取り組んできました。その取り組みの一つとして、現代の経済学の最先端で活況を呈している分野である制度の最適な設計を扱うマーケットデザインという学術分野に注目し、そこで優れた研究成果を次々上げ、世界をリードしている気鋭のトップ研究者である小島富人教授をこの9月に米国スタンフォード大学から東大に迎えました。小島教授をお迎えしたこの機に、小島教授のリーダーシップの下で世界最高の研究を一気に進めたいと考えて、この研究センターを立ち上げたものであります。先日発表された今年のノーベル経済学賞が、オークション理論というマーケットデザインの研究者に与えられたことは、皆さんのご記憶にも新しいことと思います。実はマーケットデザイン研究は2012年にもノーベル賞が与えられています。制度設計、マーケットデザインは今最も注目されている最先端の研究分野なのです。東京大学マーケットデザインセンターにはすでに招聘研究員に就任予定である、その2012年のノーベル経済学賞受賞者のアルビン・ロス・スタンフォード大学教授をはじめ、世界中から多くの優れた頭脳が結集しています。私はこのセンターが核となって、この重要な分野で東京大学が世界をリードしていくと確信しています。さて、東京大学のもう一つの伝統的使命は、大学で生み出された様々な研究成果を余すことなく社会へ還元するということであります。優れた学術研究は究極的には日本の国民や世界の皆様に幸せをもたらすものでなくてはなりません。こうした観点から、本研究センターで、研究成果として得られた制度設計を社会に実装し、様々な局面で実用化することを大きな使命として進めていくと伺っています。本センターのユニークな点は、この2つの使命である最高水準の研究成果を上げるということと、成果の社会への還元をバラバラに行うのではなく、両者を表裏一体のものとして進めていくというところにあります。これによって現代社会が抱える様々な課題に対して現実的な解決策を提示していくことができると期待しています。例えば、現在我が国には膨大な数の待機児童、あるいは地方の医師不足、あるいはコロナ禍で不足する医療資源など緊急の課題が山積しています。この東京大学マーケットデザインセンターは、これらの難問に挑戦し、最先端の学術研究の成果を盛り込んだ制度を設計して解決する方法を提案し、これらを実際に社会で実用化するということを進めます。本日のシンポジウムでも、これらの研究成果の一端をお伝えする予定と聞いています。このような実用化のプロセスを通じて、望ましい制度を設計するための様々な要因が明らかになっていくと思います。
本センターでは実用化を通じて得られた知見を重要なインプットとして、それを最先端の学術研究のさらなる発展につなげていくということであります。つまり東京大学マーケットデザインセンターは世界最高峰の研究を進めることと成果を社会へ還元することが手と手を取り合い車の両輪のように進んでいくことを目指します。本日のシンポジウムではこの車の両輪とは一体どういうことなのか、センターはどのような最先端の研究成果を提供し、それがどのように社会で実用化できるのかということについて、本センターの研究員が、世界の最先端の研究現場から先に述べたような具体的な事例に即して紹介していきます。優れた研究成果を生み出すことと、その成果を惜しみなく社会に還元するという本センターの使命は、東京大学全体が目指すことと合致しています。東京大学の強みは学問の深さと広さであります。東京大学の最先端の科学や幅広い学知を存分に活用して、このセンターは大きく発展していくものと確信しています。そのためには本日ご参加いただきました皆様のご理解とご協力がぜひとも必要です。皆様のご協力のもと、本センターが日本の社会のさらなる発展をもたらすことを東京大学の総長として願ってみません。本日のシンポジウムで実りある議論が行われることを大いに期待して、私の挨拶とさせていただきます。はい、この上総長ありがとうございました。続きまして、A センター副センター長の神取先生による科学の力で精度アップグレード、UTMD が目指すものの講演です。神取先生は国際的な理系理論研究のトップランナーであり、現在東大の経済学研究科唯一の特別教授に任命されております。研究のみならず、著書ミクロ経済学の力が好評を博すなど、教育面でも大いに貢献されております。それでは神取先生、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました神取でございます。まず最初に私の方からこのセンターで大体どういうことをやるのか、いうことを、スライドを使いながらお伝えしたいと思います。それではスライドの方をお見せしたいと思います。科学の力で精度をアップグレードというのが、我々のキャッチフレーズでありまして、東京大学マーケットセンター、UTMD と呼んでいますが、我々が目指すものを分かりやすくですね、解説してみたいと思います。で、科学の力で、皆様が対面直面しているさまざまな社会の問題を解決しますということなんですが、具体的に言うとですね、人と人、あるいは人と組織ですね、あるいは人と物をうまく結びつける仕組み、キャッチフレーズ的に言うと、いわゆる適材適所ですね。これを実現するには、うまく制度を設計する必要がある。その制度の設計を、科学の理論の力を使って提供しましょうということです。こういう問題で困っていたら、ぜひとも、我々にご相談ください。我々が力になりますということですね。これ、先ほど、五野上総長からご相談、ご紹介預かりました、小島明人センター長であります。この9月に、スタンフォード大学から東大に赴任してきました。さてですね、適材適所どうやるかということは、何が問題かですが、人と人をうまく結びつける、あるいは人と組織をうまく結びつける、という時のキャッチフレーズはですね、キャッチフレーズというかキーワードはミスマッチ、これをなくすということであります。さて、ミスマッチというのはどういうことかというのを簡単な例でお話したいと思うんですが、例えば会社に就職するときにもミスマッチは起こります。例えばですね、この、例えば A 子さんがこの会社に就職してるんだけど、ミスマッチが起こるっていうのはどういうことかというと、実はですね、あっちの会社の方に行きたかった。ミスマッチはこれだけじゃなくてですね、あっちの会社の方でも、いや実は君に来てほしかったんだよ、でもマッチしてないということですね。こういうのがミスマッチということであります。
ではですね、なぜミスマッチが起こるかというと、これはですね、間違いなく制度設計がまずいからです。制度設計がまずいと何が起こるかというとですね、参加する人があれこれ迷うってことですね。この会社どのこっち行きたいんだけど、ここは倍率高そうだし、こっちの方がいいかな、でもこっちの方がいいかな。制度設計がまずいと参加者はあれこれ、迷うことになります。そしてですね、迷った結果ミスマッチが起こってしまったわけですね。どっちにしようかどっちにしようかを迷ってしまう。その結果、ミスマッチが起こると、いうことになるわけです。そこでですね、問題ですが、参加者があれこれ迷う必要がないと。そしてミスマッチが絶対起こらない、こういう夢のようなですね、仕組みを作ることができるかという問題が、起こってきます。お任せくださいということですね。実はですね、こういう問題を解決する方法が、このロイド・シャプレーという人が開発して、実際の問題にこのアルビン・ロスが当てはめて、これをマッチング理論というわけですが、マッチング理論がそんな制度設計の仕方を教えてくれます。これがノーベル経済学賞を2012年に取ったマーケットデザインの一つの柱です。そしてここにいるアルビン・ロス先生は、小島フヒトセンター長の、博士論文の指導教官だったんですが、ロス先生は当センターの承認研究員として、就任予定であります。でマッチング理論はですね、経済理論、ここにちょっとその経済理論のいろんな数式が書いてありますが、経済理論を使ってですね、先ほどの問題を解決するアルゴリズムを設計して、そのアルゴリズムを実装したやり方でマッチングを行うということですね。そういうやり方、いろんな事例に使われておりまして、これから、小島先生、鎌田先生の方から説明があると思いますが、東京大学ではですね、こうした最先端の理論を使って設計したアルゴリズムを実装したものを使って、人と人、人と組織を、適材適所に結びつける制度を作っていきたいと、いうことであります。さて、ここで、話題を変えて、もう一つの適材適所の話はですね、人と物をうまく結びつける、あるいは、企業と物をうまく結びつける、組織と物をうまく結びつけるという問題ですが、人と物の場合のキーワードになるのは価値を作り出す、価値を創造するということです。でちょっと分かりにくいと思うので、簡単な事例でお話しすると、まあ、ある町に空き地があると。でこれを商店街に空き地があるので何に使うか、レストランに使った方がいいのか、コンビニに使った方がいいのか、雑貨屋さんに使った方がいいのか、まあ使わせて、ただで使わせてあげるわけではないので、対価を取ってですね、どっかの事業者に売るわけですが、まあどうしたらいいかということですね。でもちろん、この売り手の立場にとってみればですね、一番高く売りたいわけだし、買い手にとってみればですね、なるべく安く買いたいわけですが、まあ我々の使命はですね、社会全体として見たときに何が望ましいか。それはですね、この空き地を使って、空き地を一番うまく使って、一番大きな価値を作り出す人に空き地を、まあ、対価を取って与えたいということですね。さて、この問題に答えるのがですね、オークションの理論です。大変タイムリーなことにですね、先日、ノーベル経済学賞がオークションの理論の研究者であるポール・ミルグロムとロバート・ウィルソンに与えられました。で、オークションの理論はですね、最先端の数理経済学の手法を使って、こういう問題ですね、希少な資源があるときにそれを対価を取って、誰かに与えたい。で目的は一番大きな価値を作り出す人に与えたいということであります。で、オークションの理論は最先端の、経済理論を使ってそのやり方を設計するわけですが、まあ具体的な応用として考えられるものは土地の有効活用、それからですね、空港を拡張して発着枠ができた、これをどの航空会社に配分するかという問題、あるいはですね、周波数帯をどのモバイル業者や、まあ、放送業者に与えるかというようなことに使うことができると思います。で、東京大学マーケットセンターは、まあ人と物や、あるいは会社と物を適材適所に結びつける制度を、まあ、こうしたオークション理論を使って設計していきたいと、
いうふうに思っております。で、全体としてですね、我々が何を目指すかということなんですけれども、マーケットデザインセンターはこうした最先端の知識をもとに、制度を設計いたします。で、設計した制度をですね、現場で実用化していただくということですね。今まではですね、理論で設計してそれで終わりということが多かったんですが、これをですね、実際に社会で実装する、現場で使っていただくということですね。そして、現場からのフィードバックをもらって、さらなる理論の発展を目指すということであります。で、このようにですね、理論による設計で、現場での実用化を、まあ、車の両輪のように進めていくというところが、我々の目指すところであります。今日ですね、ご覧いただいている皆さんの中には、実社会からいらっしゃっている方が多いと思うんですが、ぜひですね、こういう問題があって、なんとかならないかというところのご相談をいただきたいと思います。で、意見を交換しながら、あ、それだったらこの理論でこういういいことができるよ。で、実際それを現場で実用化するところまでですね、やってみたいということですね。それからそのフィードバックをいただいて、さらなる理論を発展させる。で、理論はですね、すぐ役立つ、緊急の問題をどうしたらいいかということの他にですね、まあ長いタイムスパンで役立つような基礎理論の研究もやっていきたいということですね。で、皆様のご協力、現場で何が欲しいかということをどんどん相談していただきたいということと、それからさらなる理論の、特に基礎理論の発展のためにですね、研究のサポートですね、をしていただきたい。研究費や寄付などのサポートをしていただきたい。こうやって皆様と共にですね、車の両輪のように研究と、それから、社会への還元ということを進めていきたいと思います。はい。以上で私の、発表を終わらせていただきます。はい、神取先生、ありがとうございました。続きまして、小島センター長より、マーケットデザインであれもこれも解決できますの講演です。小島先生は先ほど神取先生からご紹介いただいたマッチング理論のスペシャリストです。前職ではミルグロム教授らが在籍するスタンフォード大学で大活躍され、先月満を持して東大の教授職及び UTMD のセンター長に着任されました。それでは小島先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。本日はお忙しい中ありがとうございます。今ご紹介に預かりました、センター長の小島です。それでは早速ですね、内容の方に、入っていきたいと思います。今から、スライドの方を共有させていただきますので、少々お待ちください。はい、これで、共有ができているかと思います。先ほど神取教授の方から、お話がありましたように、我々 UTMD では、まあ、マーケットデザインということをミッションとしていますけれども、具体的に、使う大きな2つの柱に、マッチング理論というのとオークション理論というのがありますが、特に私の方では、マッチング理論とそれの、実装例、どういうふうに使えるのかというようなことについてお話をしたいと思います。これ先ほどの、プレゼンテーションの、まあ、復習になりますけれども、いくつか押さえておきたいことがあります。第1点は、世の中の非常に多くの問題は、マッチング問題として捉えることができるということです。例えば、就活生と企業、まあ、組織のマッチングというのは、まあ、就活なんかはそういう例になりますね。それから、入試は、学生と学校の、マッチング、まあ、その他にもですね、結婚であるとか補活などなど、まあ、いろいろな問題を、マッチングという視点から捉えることができまして、そういう問題についての適材適所の組み合わせを考えるのを、我々は、まあ、マッチング理論と呼んで研究しているということになります。ですが、我々のセンターでは、そこで理論で止まるのではなくて、まあ、その理論を使ってですね、社会実装、実際の制度への改善に役立てていこう、ということをミッションとしていまして、まあ、そういった活動、一連の活動と関係する研究を、まあ、マーケットデザインという呼び名で、行っております。さて、でですね、じゃあ実際にはどういうことをやるのかという話をしたいと思いますけれども、我々はですね、まあ、いわゆるマッチング制度の設計者の立場に立ってですね、どういう制度を作ればいいのかということを考えます。
で、マッチング制度の設計者がやることというのは、大きく分けて2つあります。で、第1は、ですね、参加者自身の希望というのを詳細に聞いて、正しいデータを得るということですね。データがないと、適材適所も何もないということですね。で、ちょっとですね、我々の考えるようなアプローチで面白いところは、希望を聞くといっても、なんとなくふわっとですね、こういうところに行きたいな、ああいうところに行きたいなという感じのこと以上に、ですね、具体的に、マッチする可能性のある相手、に対する希望の順位を第一希望、第二希望、点点点というふうにしっかりと聞いていきます。で、非常に良質のデータを取るというのが第一点。で、ここまでですと、既存の企業の、人事なんかでも、よくやってることだと思うんですけれども、我々のアプローチで、第2点、面白い点は、このデータを得たら、それをですね、なんとなく勘案するというのではなくて、具体的な、その計算手順、アルゴリズムを使って、望ましいマッチングを探していくということをします。アルゴリズムを使いますので、かなり、機械化できるとかですね、さらに、手順がはっきりしているので、公平、公正な、透明性の高い、制度になるということで、いろいろな、ベネフィットがあります。とは言ったものの、計算手順、アルゴリズムといっても、どんなものを使えばいいのかというのは当然の疑問なんですけれども、ここで、非常に幸運なことに、先ほど、神戸教授の話に出てきた、ゲールとシャプレーさんという人がですね、アルゴリズムを探し、いいアルゴリズムを開発しています。これ、さっき、写真に出てきたシャプレーさん、12年のノーベル賞経済学者と、残念ながらそれまでに亡くなっていたので、ノーベル賞を逃したけれども、ゲールさんという、これまた、スーパーな、数学者というか経済学者の方がですね考えたアルゴリズムが知られています。で、このゲールシャプレーアルゴリズム、奇跡のようなアルゴリズムと言いましたけれども、どんなところが奇跡的かというと、ですね、少なくともここの、ですね、スライドに書いた3つのいいことがあります。第1点目、どんな希望、参加者がどういう希望を持っていたとしても必ず望ましい結果を出力します。先ほどの、プレゼンテーションでいうところのミスマッチがないという性質ですね。このミスマッチがない結果を必ず、探し出すことができるというのをですね、いわゆる数学の定理として証明することができます。で、第2点、これも先ほどのプレゼンテーションに出てきた話ですけれども、そのマッチをしている主催者のところに、どうやって希望を伝えるかということを参加者が、迷う必要が全くないという性質があります。言い換えると、これは何でかって言いますと、申し込みの人はですね、どこに、希望を出すかということについていろいろと考えないでも、ただ単に自分の本当の希望に従って第一希望、第二希望というのを、そのマッチの主催者に伝えればですね、自分にとって、その参加者自身にとって最も望ましい、マッチ相手が見つかるという性質があるということが、これまた数学の定理として証明することができます。先ほど、説明にあった2つの問題を、一挙に解決しているということです。で、さらにもう1点は、ですね、このアルゴリズム、実は非常に実装が簡単だという性質もあります。ですね、例えば、1万人とか10万人ぐらいの人を、同じぐらいの数の、ポジションに、マッチしていくような、問題を考えましょう。そのくらいのサイズですと、それこそ、今僕が、このプレゼンテーションで使っているノートパソコンで、実装するとですね、1秒とか2秒とかですね、そういうオーダーで、計算をすることができます。で、コード自体も書くのも非常に簡単。それこそ、大学で情報処理、の授業を取ったことがある方とかいらっしゃるかもしれませんけども、そこの練習問題っていうレベルで、実装が簡単という感じですね。もちろん実際の実装にはもうちょっといろいろとテクニックがありまして、その辺についてはこの、プレゼンテーションの後の方でお話しします。ただですね、なぜそれがいいかと言いますと、もちろんのこと、
実際に企業なんかで、こういうマッチングのことをやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実際に手作業でですね、やるとこういう問題って非常に大変なんですよね。それこそ1万人の人をいろんなポジションに割り振っていくなんていうのは、それこそ専属の、従業員の方が、まあ、1年中かけてやるとかですね、まあ、そういうことになってしまうわけですけれども、コンピューターを使って、アルゴリズムは実装することができるので、それによって人件費を大量に、削減することができるという性質もあります。と、ここまでですね、まあ、奇跡のようなアルゴリズムがあって、数学的な、分析でいろいろなことが分かっているみたいなことを言いましたけれども、まあ、ここまで言うと、いかにもですね、そんなものは机上の空論なんじゃないかということが気になってくるかと思います。が、実はそうではないということをここからお話したいと思います。具体的には、今まさに言ったこのゲイルとシャプリーのアルゴリズムというのが、ですね、その実際のいろいろな、マッチング問題に使われているということをご紹介します。一番、その1、実装例1、就職活動の話です。ですね、で一番有名な例なんで、使わせていただきますけれども、アメリカの研修医の就職活動というマーケットで、例えばこのアルゴリズムは実装されています。研修医というのは、まあ、大体アメリカで20世紀の初めぐらいに発足した制度で、まあ、いわゆる医学部を卒業したお医者さんが、まあ、最初に仕事をするときに、まあ、半分こうトレーニングみたいな感じで働くのを研修医と言いますけれども、その制度が発足した当時はですね、まあ、日本の普通の就活と似たような感じで、みんなバラバラに就職活動をしていたわけですね。その学生さんは思い思いの、病院とコンタクトを取って、まあ、面接なり試験なりをして、で、まあ、運が良ければ、まあ、気になればその、病院から、オファーをいただく、点々点という感じだったと。ところが、そういうことをしているとですね、まあ、大変なミスマッチが起きたということが文献によって知られています。1940年ぐらいまでの間に、大変なミスマッチが起きて、さらにそれに並行して、アオタガイが非常に横行したという問題が出てきました。文献によると、大体ですね、医学部を卒業する、まあ、2年前ぐらいまでには、もうすでに、内定というか、まあ、コンタクトが、されているという状況ですね。まあ、これ非常にまずいわけで、病院の方からすると、2年前に、座学の成績がいい学生を、これはいいだろうと思って取ってみたら、実際に、2年経って、病院に来てみたらですね、この人はもう全然手術とかできなかった、なんていうようなミスマッチが起きかねないわけですね。というわけで非常に問題になりまして、まあ、いろいろなやり取りがあって、最終的に医学部の連盟とかですね、学生団体とかいろんなところが協力して、1950年にゲイルとシャプリーのアルゴリズムを導入することになりました。で、これ以降ミスマッチとアウトガイが大変減少して、でここ非常に驚くべきことだと思うんですけども、この制度その後少々変更があるんですけども、この後話しますが、その変更を得てですね、基本的に同じゲイル・シャプリーのアルゴリズムが、現在2020年に至るまで使われています。これ大変なことだと思いますね。皆さんご存知のように日本の就職活動でも、もうしばしばですね、このままだと一括採用ができませんとかですね、あお互いが横行してしまうのでどうにか、就活時期をずらしましょうとか、そういうですね、いろんな制度変更が、まあ、繰り返されているわけですね。で、これ日本だけに限らず、世界各国で見られる現象なんですけれども、そういったことをですね、基本的にすべて解決してしまったという、まあ、非常に稀有なというか、ですね、非常にすごい例だというふうに思います。で、実際にこのアメリカの研修医の就活、まあ、大成功を収めたので、医学の世界では、まあ、かなり世界中に広がるということになりました。日本においても、遅ればせながら2003年から、使っています。で、この日本の状況については次の鎌田教授の、トークで、詳しくお話をします。さて、とは言ってもですね、研修医っていう医学部の話ばっかりしてると、まあ、ちょっと身近じゃないんじゃないかと思われると思うんで、また違う話をします。次ので、企業内の人事、組織内人事にも使われています。有名な会社なので話しますと、例えば Google の人事異動ではゲイル・シャプリーのアルゴリズムを使っています。Google ご存知のように、まあ、たくさんのエンジニアとかコンピューターのプログラマーなんかを抱えていますけれども、実は社内に、まあ、かなり優秀かつ大きな、経済学者のチームがありまして、で彼らが、まあ、設計と実施に、力を発揮したという例になっています。
で、さまざまな方法を、まあ、彼らも、議論したんですけども、例えば、Google らしいもので言うと、まあ、機械学習を使って、誰がどこに行くべきかっていうのを神様の手の上に決めてあげようみたいなことを考えたんですけれども、最終的にはですね、このゲールとシャプレーのアルゴリズムが一番いいということになり、2015年から、これを採用することになりました。で、これによってですね、当初、ですね、この Google の社内では何が問題になったかと言いますと、ご存知のように、テクノロジーの世界、非常に、まあ、変化が激しい中で、機動的にその人材を部署間のをうまくですね、移動させたいという希望があったんですけれども、このゲール・シャプレーの採用によって、まあ、その目的が、達成されたということが報告されています。で、始めたときはですね、これ2015年当初は、Google の中の GTEC っていう、一部署の、まあ、ところでこじんまりとやっていたんですけども、その後の成功を受けて、近年ではさらに拡大しているということです。とは言ってもですね、Google の話ってちょっと、やっぱりちょっと特別な会社なんじゃないかと思われるかもしれないんで、まあ、その他の組織内の人事でもたくさん使われているということも、軽く触れておきたいと思います。まあ、ここにいくつか例がありますね。さて、で、我々教育機関なんで、ちょっと教育関連の話もしますと、入学とか入園、大学入試なんかに例えば使うことができます。日本ではアルゴリズムを使ったマッチングは行っていませんけれども、実は世界を見てみるとですね、ここに書いたたくさんの国で、ゲールシャプレーアルゴリズム、もしくはそれに似たようなものが使われているということになります。で、入学といっても大学の話だけではなくてですね、大規模なもので言うと、ニューヨークの高校は、大きな成功例です。2000年度の、中頃までにですね、ニューヨークの高校の入試というのは非常に大変なことになっていて、当時だいたい年間、9万人ぐらいの新高校生が、出てくるわけですけれども、その中でほぼ3分の1に当たる3万人の人がですね、希望したどこの学校にも入れていないというかなり危機的な状況になっていました。そこに、先ほど名前の出たアルロスを含む経済学者たちの協力のもと、ゲールシャプリーのアルゴリズムを導入したところ、このアンマッチの人数がですね、初年度から10分の1まで減るという、まあ、大成功を収めることになりました。で、その成功を受けて、まあ、たくさんのですね、アメリカのいろいろな町で使われるようになっています。また、アメリカの外 でもですね、ここに書いたいくつかの国、まあ、日本の旧制高校なんかも、関係があるんですけども、こういったアルゴリズムを使っているということがあります。で、日本で、現代日本での大きな、実装例でいうと、保育園の、入所決定というものがあります。これについては、これも次の鎌田教授のトークで、詳しく述べたいと思います。で、その他いろいろまだ面白い実装例がたくさんありますので、また機会を見てですね、お話したいと思います。が、今日のところは時間も押してますので、次の話題に行きますと、こういう話をしてますと、もうですね、アルゴリズムが、いいアルゴリズムが分かってるんだから、わざわざ研究所、センターを作る必要ないんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そこまで簡単ではないんですね。というのは、新しい課題が社会にはいろいろ出てくるので、それに対応して、良いデザインをする必要があることがある。ということですね。例えばですね、共働きの問題を取り上げたいと思います。ご存知のように、まあ、現代では共働き家庭というのが非常に多いわけですけれども、当初ですね、アメリカの研修医の話に戻りますと、制度が発足した1950年の頃は、まあ、そういう問題がなかったこともあって、ゲール・シャプレーのアルゴリズムっていうのは、もともと単身者前提のアルゴリズムで、彼らに希望を聞くということをしていたんですが、そうするとですね、カップルで一緒に就職活動したときに、お互いが近くにいたいのに、全然、違うところにマッチしてしまうという問題が起きてきて、ちょっと、一時期ですね、このシステムに人気がなくなってきたことがありました。さて、どうするか。マーケットデザインによる解決が行われました。具体的には、ロス、その他によるデザインによって、98年から、新たなアルゴリズムを使っています。で、アルゴリズムは基本的にはゲール・シャプレーのアルゴリズムなんですけれども、カップルの希望を聞くための特別ルールというのを入れました。具体的には、カップルはカップルとしてまずレジスターして、で、カップル2人で一緒にどこに行きたいかということについての希望を提出することを許して、それをアルゴリズム上でうまく、扱っていくということをしました。で、作った当時にはですね、このアルゴリズムが必ずうまくいくかどうかっていうのは、実は完全には分かってなかったんですけれども、
まあその後15年ぐらいして、私と、アルドスとそれから、次のプレゼンをするパラグパサクの3人の研究で、この新たに導入されたデザインでは確かにカップルの問題をうまく、解決できるということを、まあ、理論的な分析と実データによる証明によって、発見することができました。さて、というわけで、そろそろおしまいにしたいと思いますが、まとめますと、マッチング理論を使ったマーケットデザインは、すでに現実社会の課題解決に非常に有効になっております。ただし、新しい課題を探していくに従って、うまい設計が必要になっていきますので、我々 UTMD では、この2つの問題、既存理論をうまく使っていくこと、さらに新しい課題に、対処するために、新しい制度を設計していくということについて、研究と実装をやっていきたいと思っております。では、私のプレゼンテーションはここでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。小島先生、ありがとうございました。続きまして、鎌田先生より、地方の医師不足問題と待機児童問題にどう立ち向かうか、UTMD は知っているというご名を行っていただきます。鎌田先生は先ほど講演された小島先生との共同研究をはじめ、多くの優れた研究成果を挙げられており、若くして名門 UC バークレー校にて終身在職権を獲得されております。著書、16歳からの初めてのゲーム理論が好評を博すなど、幅広い層に向けた分かりやすい説明に定評がございますので、ぜひご期待ください。それでは鎌田先生、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました鎌田です。よろしくお願いします。それでは早速スライドをシェアさせていただきます。これかな。はい、ですね、地方の医師不足問題と待機児童問題ということで、日本の社会問題をマーケットデザインセンターがどのように解決していけるかという話をさせていただきます。このトークのポイントなんですけれども、2つあります。まず1つ目は、日本の社会問題を解決するマーケットデザインの研究がなされているということで、この研究は国際的な評価を得ているものばかりです。それでですね、私のトークでは、これらの研究を現実に生かす例というのを2つ紹介させていただきます。2つ目のポイントなんですけれども、個々の現実の問題にはですね、特有の性質というものがあります。ですので、先ほど小島教授の話にもありましたように、既存理論をむやみに応用することはできません。それでですね、この特有の性質というものがどのようにデザインに影響するか、これをきちんと理解してですね、マーケットデザインの学術的な知見に基づいて、良いメカニズム、もしくはアルゴリズムというのを作ることが必要になります。ここでですね、専門家の知見が必要になります。で、私の紹介する2つの例というのは、このことがよく表れているものだと思います。それでですね、私、2つの、トピック、医師不足問題と待機児童問題を、紹介すると言いましたけれども、この2つの解決方法というのは、すべて、学術論文、ここに挙げました学術論文に基づくものです。すべて、私、鎌田雄一郎と先ほど、トークしました小島フィフト教授の、共同研究によるものです。みんな、国際的な学術雑誌に、掲載されました、もしくはされる予定です。じゃあ早速ですね、地方の医師不足問題の話をさせていただきます。これ、実例ということで、詳しい細かい話が少し出てきますけれども、まあ、大枠としてですね、どのようなことが問題になっているのか、で、それに対してマーケットデザインセンターはどのように立ち向かっていくのか、で、今必要なことは何なのかっていう、そのようなことをですね、まあ、感じ取っていただければと思います。はい。ではまずですね、今起こっていることを理解するために、昔何が起きたのかということを理解していきましょう。昔は、歴史なんですけども、3つのフェーズがあります。まず一つ目はですね、2003年以前なんですけども、どのように研修医の配属はされていたかというと、まあ医学部の大学の教授がですね、自分の学生に、君はここに行きなさいとか、あなたはこの大学病院に来なさいとか、このようにまあ命令していたわけですね。でもこのやり方っていうのはすこぶる評判悪かったと。研修医になる学生たちの、希望が尊重されないということで、先ほど小島教授の話にありましたように、2003年から、マッチング協議会がですね、マッチングアルゴリズムを使用開始しました。具体的にはですね、ゲールシャプレーアルゴリズムを使い始めました。しかしですね、こう時代が進むに従って新たな社会問題というのが出てきました。それは何かというと、地方に医師が来ないということですね。都市部に医師が集中して地方には来ないということが起きました。で、アルゴリズムを修正してですね、この問題に立ち向かわなければいけないということが起きたので、マッチング協議会はあるルールを設定しました。どういうルールかと言いますと、こういうルールです。ここに書いてあるように、都道府県別に定員というものを導入しました。
例えば東京にマッチできる研修医の数は何人まで、大阪は何人までという形で定員を作ったんですね。しかしですね、今まで通りのゲールシャプレーアルゴリズムを使っていると、東京にマッチする人数はやっぱりこの定員を超えてしまうかもしれないと。そういうことでアルゴリズムを修正する必要が出てきました。じゃあどういうふうに修正したかっていうと、残念ながらですね、この修正に、専門家である経済学者が関わった痕跡はありませんでした。それでですね、私と小島教授の研究で、このマッチング協議会がした修正の仕方があまり優れたものではなくて、で、それぞれで私たちはということを発見しまして、それでより良い修正の仕方というのを提案しました。私の最初のトピックに関する報告は、このことに関するものです。はい、では定員と言いましたけれども、実際にはどのようなものなんでしょう。ここに4つの都道府県を挙げさせていただきました。まず例えば東京なんですけれども、東京にあるすべての病院の、各病院のですね、受け入れ可能な研修医の人数、これを全部足し合わせたもの、これを総キャパシティと呼ばさせていただきます。この総キャパシティは私たちが調査した時点ではですね、1580にありました。でその時に定員1287が置かれたので、これ 19% 医師を減らさなきゃいけないということですね。大阪では860総キャパシティに対して533、計算すると 38% 減となります。でこういった定員はですね、東京や大阪といった大都市だけではなくてですね、例えば長野や山口といったところでも、設定されることになりました。例えば長野では 28%、山口では 21% 減ということになりました。ではですね、こういった定員を守るために現行方式ではどのようにマッチを行っているのでしょうか。現行方式ではこのようにしています。学生の希望、どの病院に行きたい、第一希望、第二希望という、これはとりあえず置いといてですね、各病院の定員を一律に削減しました。で、この削減された定員のもと、ゲールシャプレーアルゴリズムを使うことにしました。と言ってもですね、この今の私の説明はとても抽象的で分かりにくいと思いますので、例を使ってすぐに説明します。でもその例に行く前にですね、この現行方式の問題点を、指摘したいと思います。問題点は何かというと、この方式を使っていると、医師不足問題を助長される可能性があるということです。このことを例を使って見ていきましょう。この例はですね、医師不足に悩む地方圏 A というのができます。で、便宜上ですね、話を簡単にするために、この地方圏 A には2つしか病院がないとします。人気大学病院と不人気病院です。人気大学病院では10人の定員があると。10人研修医を受け入れられると。不人気病院では5人の研修医を受け入れられると。だから合わせて10たす5で15人、受け入れられる。これが総キャパシティですね。総キャパシティ15なんだけれども、マッチング協議会は定員9という、定員を置きました。15のうち9ですので 60% ですね。つまり 40% の席を減らす必要があると。どの病院から 40% 減らすのかっていう、これ問題があるんですけれども、現行方式では何をやってるかというと、各病院からとりあえず 40% 席を減らしましょうということをしました。この定員10が6になって、4減って6になって、定員5が2減って3になるということになったんですね。で、この定員のゲールシャプレーアルゴリズムを使うわけですけれども、蓋を開けてみたらですね、希望がこのようになっていたと。10人の医師が、この地方圏 A を希望したと。で、この10人の医師はですね、人気大学病院になら行っていいんだけども、不人気病院に行くくらいだったら、浪人したいと言っていると。そういう時にですね、現行方式で何をするかというと、この10人のうち6人はマッチできます。しかし、残りの4人はですね、もう席にこのバッテンがついてますので、マッチできない、ミスマッチということになってしまうわけですね。どこにもマッチできないということになってしまいます。しかしですね、これよく見ると、ここに3つの席が空いてるんですね。もしこの3つの席を、人気大学病院に移すことができればですね、この4人のうち3人もがマッチできるということになるわけです。というわけでですね、この椅子をですね、学生たちの希望を見ながらうまく動かすことがもしできれば、マッチの数を増やすことができると。ここ今9人がマッチしていますけども、9人マッチしたところでですね、人気大学病院のキャパシティ、定員だった10よりも下ですし、地方圏 A の定員9を上回ることもないわけです。というわけで我々が開発したアルゴリズムはですね、定員をこの先ほどのようにうまく動かしてマッチ数を増加するというアルゴリズムを作りました。しかもですね、このアルゴリズムは先ほど、神取教授と小島教授の話にあったように、学生はですね、希望表を出すときに嘘をついても得しない、あれこれ迷う必要がないという性質を満たしているものです。ではですね、この、新アルゴリズムでどれほどマッチ率は増加したのでしょうか。逆に言うとマッチできない研修医の人数はどれほど減少したのでしょうか。ここでですね、シミュレーション結果を示していきたいと思います。ここにマッチできない研修医の人数を棒グラフで表しますので、棒が低ければ低いほどいいということです。まず、失礼しました。まず、現行アルゴリズムは、マッチできないのは1396人。
ゲール・シャッペル・アルグス2003年以前のもので800分位ということで大幅な違いがあります。まあ、これは当たり前のことで、現行アルゴリズムでは地域定員、都道府県別の定員を守っているけれども、ゲール・シャッペルではそんなことはしていないので、この差があるのは当たり前です。問題は新アルゴリズムに変えたときにどれくらいゲール・シャッペルアルゴリズムに近づけるかということですね。定員を守り、地域定員を守りながらどれくらい近づけるかということです。我々がしたシミュレーションの結果によりますと、こんなに近づけることが分かりました。つまりですね、地域定員を守りながらも地域的に定員を守っていないようなゲール・シャッペルアルゴリズムに結構近づけると、そのような新アルゴリズムを提案したというのが私たちの最初の研究です。ではですね、この問題に対して今必要なことは何でしょうか。まず一つは実際のデータを使ったシミュレーションです。先ほどのシミュレーションの結果というのはですね、希望表のデータとかを、データなどをですね、町の教育会からまだいただけていませんので、公開されたデータに基づいて、あとはデータをランダムに生成してですね、シミュレーションをしました。ですので、現実に起こっていることの誤差が出てくるわけですね。ですので、協議会とのコミュニケーションをより良くして、実際のデータを使ってより正確なシミュレーションをする必要があると考えます。またですね、様々な事情、都道府県定員以外の実情もありますので、それらの実情も加味した改善案の研究が必要でしょう。そして一番大事なのはこの改善案を実装することです。先ほど小島教授の話にありましたように、アメリカではですね、研修医マッチングに実際に使用されているアルゴリズム、これの設計には経済学者が関わっています。この意味でですね、日本は遅れていると言えるでしょう。はい、これで一つ目のトピックは終わりで、二つ目のトピックの話にさせていただきます。待機児童問題です。はい、皆さんこのブログ、ご存知かと思いますけども、保育園落ちた日本死ねということでですね、これに象徴されますように待機児童の問題というのはとても、ホットな、重要な社会問題であります。でですね、まずでこの社会問題に UTM で立ち向かっていくわけですけども、まずですね、この入園の決め方はどのようになっているかをちょっとおさらいしたいと思います。入園というのは各自治体単位で行われるんですけども、各自治体は子ども一人一人点数をつけます。この点数っていうのは何も学力テストをするわけではなくてですね、その子供の親が働いているかとか、子供の面倒を見れる人と同居しているか、こういったことに依存させて点数をつけます。例えばこれある自治体の例なんですけども、父が就労のため保育が必要とか、様々な理由、母についても同じようなことを聞きます。そして現在の保育状況どうなっているか、父母が保育しているとか、祖父母が保育しているとか、こういった調査表に基づいてですね、点数をつけていきます。親の場合、各親は何をするかというと、各保護者は何をするかというと、自分の子供がどこの保育園に行きたいか、どの保育園に行かせたいかというのの希望表を提出します。具体的にはこのような希望表、これは例ですけども、こういうのがあります。第一希望は、例えば山百合保育園、第二希望はひまわり保育園などにどんどん書いていくわけですね。第六希望以上も書くことができます。そしてこのように集まった点数と希望表をもとにですね、マッチングをやっていくんですけども、ほぼすべての、私たちの、調べたところによると、ほぼすべてのところではですね、手作業で行っています。こう、Excel と、にらめっこをしてですね、マッチを決めていくと、たくさんの、自治体の職員が何日も何日もかけてやるわけですけども、私たちの提案するようなアルゴリズムを使えば、先ほど小島教授の話がありましたように、まあ、1秒、2秒といったそういった単位でですね、話が片付くわけであります。ではなんで私はこの保育園の話をしているかというと、この保育園のマッチングの問題というのは他のマッチングの問題と少し違うからです。どう違うかを説明します。まず入学入園のマッチングというのは、各学校にですね、定員というものがあります。入学マッチングですね。研修医のマッチングも各病院プログラムに定員があります。しかし保育園のマッチングというのはもう少し複雑になっています。何が複雑なんでしょうか。何が複雑かというと、先生と子供の比率というのが国基準で決められているんですね。保育士一人当たりにつき見られる、面倒を見れる、保育をできる、子供の数が0歳児だと3人まで、1、2歳児だと6人まで、3歳児だと20人、4、5歳児だと30人。これは、4月における、年齢ですけども、そういうふうに、国基準で決められています。というわけでですね、例えば先生が一人の保育園というのを考えていただきましょう。こういう保育園というのは実際に一人ってあるんですけれども、そういう時はですね、例えば0歳児3人というのは受け入れ可能なんですけれども、4人はダメだと。また3歳児20人は OK だけれども、3歳児21人はダメということで、4人はダメだけど20人は OK と、こういうことになっているんですね。というわけで、各保育園でのこの何人受け入れられるかという制約がですね、定員という一つの数では表すことはできないという問題があります。で、これちょっと複雑なことになってるんですけども、この複雑な問題をまあ各自治体は今のところなんとかこう
対応しているわけですね。どのように対応しているんでしょうか。どういうふうにしているかというと、現行方式ではこのようになっています。この年齢ごとの定員、年齢ごとのこの制約というのは満たされるように、各保育園でですね、また、家族の希望を置いておいて、各年齢、0歳児だったら何人まで、1、2歳児だったら何人までというふうに、各年齢ごとに何人受け入れられますという定員をですね、あらかじめ設定してしまうんですね。で、この定員のもとマッチングを決定します。で、またこの話ちょっと抽象的だったので、またすぐ例を用いて、説明します。またですね、例に行く前にこの問題を指摘しておくと、待機児童問題を助長される可能性がこの言語方式であるということがわかります。では例を見てみましょう。はい。ここにですね、認可保育園があります。で、この認可保育園には、2人の、保育士がいるとしましょう。そうですね、この2人いますので、どのような子どもたちが希望している、自分の保育園を希望しているかを見る前にですね、このように定員を決めてしまいます。では、0歳児の定員は3名まで、1、2歳児の定員は6名まで受け入れることにしましょうと。0歳児は3名まで1人で見れて、1、2歳児は6名まで1人で見れるので、これちょうど2人でちょうどですね。で、このように定員を決めてしまいます。現行方式では。しかしですね、例えば蓋を開けてみたら、12人の子どもがこの認可保育園を希望していたとします。この12人は他の保育園が希望していないとしましょう。で、この12人はしかも、まあ、極端な例、わかりやすく、問題、ポイントをわかりやすくするために極端な例を出してますけども、みんな1、2歳児だったとします。するとですね、現行方式では何が起きるかというと、12人のうち6人はこの保育園にマッチすることができません。しかしですね、残りの6人はマッチできないということになります。なんでかというと、1、2歳児の定員を6名に設定してしまったからですね。というわけで、この0歳児の定員3名というのは未使用になってしまいます。1、2歳児6名というのは1人で見れるので、保育士が1人余ってしまうということですね。しかし、この保育士1名というのは、実は1、2歳児の定員6名を見ることは、原理的には可能なわけです。というわけですね、もしこの3名という定員を、1、2歳児の定員6名というのに変えることができれば、6名足す6名で、本当は1、2歳児12名を受け入れることができたんですね。もしこのように保育士の、1点間、年齢間の、で移動していけばですね、残りの6人もマッチすることができたと。つまり、この例では待機児童を6人から0人に減らすことができたというわけです。このようにですね、定員をうまく動かして、マッチ数を増加する。このようなアルゴリズムを私たちは作ることに成功しました。でですね、また先ほどの小島教授や神取教授の話にありましたように、あれこれ迷う必要はない。申し込み書が、この場合、家族ですね、嘘をついても得をしないという性質 も大事なんですけども、我々のアルゴリズムはこの性質が大体満たされているということが分かりました。では、今必要な、失礼しました。では実際ですね、どれくらい、マッチの数は増えたんでしょうか。山形市の協力のもとでですね、シミュレーションをすることができました。この研究ではですね、山形市や山形市分業区千葉市にですね、協力をいただいて、実際のデータを使って、匿名化済みのデータを使って、シミュレーションをすることができました。でですね、山形市の例を紹介しますけれども、新アルゴリズム、私たちの提案するアルゴリズムを使うと、第一希望にマッチできる子どもの数というのが増えることが分かりました。増える量はかなり大きくてですね、現行アルゴリズムで874人だったんですけども、993人まで、147人も増えるということが分かりました。では、今必要なことは何でしょうか。まず必要なことはですね、先ほど言った3つの自治体だけではなく、より多くの自治体からのデータ供給を提供を受けて、より、この我々の新アルゴリズムの効果の測定をすることです。またですね、手作業をやめてですね、経済学者、我々のような経済学者の考案する新しいアルゴリズムを使う、そういった機会のある自治体を発見していくということですね。でですね、また保育士、子どもの比率、人数の比率という話をしましたけれども、他にもいろんな法規制があります。例えば、各年齢、子どもの年齢につきどれくらいの面積が必要か、こういった 法規制もあります。こういった実情も加味した改善案を研究することが必要でしょう。またですね、一番重要なのはこういった改善案をどんどん実装していくことです。またアメリカの話になりますけれども、入学入園マッチング、実際に使用されているアルゴリズムは、その設計には経済学者が関わっています。またですね、ここでも日本は遅れていると言えるでしょう。私のトークはこれで終わりなんですけれども、最後にまとめをさせていただきたいと思います。まずですね、地方の医師不足問題と待機児童問題、この2つの話をしました。で、これに立ち向かうマーケットデザインの研究がなされています。で、これらの研究は国際的な評価を得ていて、しかも現実に応用可能です。で、この応用の際にはですね、専門家の知見が不可欠です。で、こうした研究の実地への応用っていうのは世界各国、先ほどアメリカの話ばっかりしましたけれども、いろんな国で普通に行われていることです。日本は遅れていると言えるでしょう。でですね、UTMD、私たちのマーケットデザインセンターが、
こういった最先端研究を実地に活かせますので、どうぞよろしくお願いします。私の発表はこれで終わらさせていただきます。ありがとうございました。はい、鎌田先生、ありがとうございました。続きまして、サップ教授より、コロナ禍で不足する集中治療室や呼吸器を誰に使う、公平な医療資源配分のための提案の講演です。佐々木先生は、米国主要都市の学校選択制度の設計や、直近ではコロナ禍における抗ウイルス薬の配分設計など、まさにマーケットデザインの社会実装で最も成功を収めている人の一人です。ノーベル経済学賞に最も近い賞と呼ばれるクラーク賞も受賞されています。なお、都合上、佐々木先生の講演は録画にてお送りいたします。ご了承ください。それではご覧ください。Hello, everybody. My name is Parag Pathak. I'm a professor of economics at MIT, and I'm really excited to join you. I wish I could have joined you live, but I hope this is a suitable alternative. Congratulations to the University of Tokyo and Fujito and all the economists there for the launch of the Market Design Research Center. It's a terrific time to be doing research in market design.And what I want to do with you today is tell you about some work that we've been doing, studying market design approaches to rationing of medical resources. And this is work that is joint with my colleagues Typhoon Sunmez, Utku Unver, and Boomin Yenmez, all of whom are at Boston College. The COVID-19 pandemic has spurred renewed interest in guidelines for rationing scarce medical resources. Now, these guidelines predate COVID-19 and were written for a wide range of public health emergencies. And the scarce resources include items like ventilators, ICU beds, antiviral drugs and treatments, and vaccines.The most widespread allocation mechanism to, for allocation of these resources is based on a priority system, which places patients into a single priority order and allocates all units based on the this priority.So what we do in this paper is we argue that a priority system is too restrictive of a mechanism.And we make that argument by showing how existing guidelines struggle to integrate or balance ethical considerations. To increase flexibility, we propose and analyze a reserve system. The theoretical part of our paper develops a general theory of reserve design. And along the way, we introduce several concepts. And finally, we'll relate these concepts to current debates.So the COVID-19 pandemic has motivated several groups, state departments of health in the United States, the national departments of health, and even local municipal governments to revisit or issue new guidelines on how scarce medical resources should be allocated. By and large, these guidelines begin by appealing to various ethical principles, including utilitarian aims like saving the most lives or saving the most life years,the life cycle principle or fair innings approach. Other concepts include instrumental value and reciprocity and equal access. Now you can imagine with many ethical principles, often these principles can compete with one another. For instance, equal access, a non-discrimination principle, ignores patient age, while the life cycle principle explicitly considers patient age.And an allocation mechanism must implement the desired balance of ethical values. Now, for some of these ethical principles, only individual attributes are relevant. For instance, for the life cycle principle, age is a well-defined cardinal measure. A widely used metric for the principle of saving the most lives is the sequential organ failure assessment score, the SOFA score.And what the SOFA score does is it numerically quantifies the number and severity of failed organs. So each of six organ groups, lungs, liver, brain, kidneys, blood, clotting and blood pressure is assigned a score of 1 to 4 with a higher score for more severely failed organs.
However, not all ethical values have cardinal representations like this. In particular, goals related to distributional objectives struggle with a cardinalization. So here's an example of the United States Centers for Disease Control priority system for vaccine allocation from 2018. So in the system, individuals are placed into one of four tiers based on first, whether the individual provides homeland or national security. Second, whether the individual is involved in providing healthcare or community support services. Third, whether the individual is involved in maintaining critical infrastructure. And finally, we have a member of the general population. Okay. Now, this vaccine priority system is the basis for the current debate on vaccine allocation for COVID-19. So in anticipation of a successful vaccine, several groups are lobbying for changes to the priority system. Melinda Gates, who was a major benefactor to Gavi, the Global Alliance on Vaccines, stated in June 2020, "We care about getting this vaccine out equitably. The first people that need this vaccine are the 60 million healthcare workers around the world. They deserve to get it before anyone else." Then you start tiering. In the US, that would be Black people next, quite honestly, and many other people of color. They are having disproportionate effects from COVID-19. And there are other perspectives on this debate. So here I have two clippings. One from an article in the New York Times reviewing the debate about prioritizing Black and Latino people who have disproportionately fallen victim to COVID-19. And then a counterpoint titled "The Lunatic Drive for Racial Quotas in COVID-19 Vaccines." Now, a priority point system is a restrictive mechanism because it allocates all units based on a single priority ranking, okay? Some principles may not have a monotonic cardinal representation, and others may partially or fully depend on the group structure. Now, another challenge with a priority point system involves the aggregation across ethical values, different ethical values. And so this led to what medical researchers call multi-point priority systems, where different ethical values are assigned scores, and then patients are allocated the scarce resource in order of their total score. So this is a challenging concept because different ethical values may not be comparable, what ethicists called incommensurability, or what might be seen more as comparing apples to oranges. And so let me show you some of these challenges in a very vigorous debate about whether essential personnel should be prioritized. So conceptually, many argue that essential personnel should receive priority under pandemic resource allocation systems. They appeal to the backward-looking principle of reciprocity, the forward-looking principle of instrumental value. We should make sure we have essential personnel looking forward. And then others point to the incentives a priority for essential personnel creates. Giving them priority for ventilators may discourage absenteeism, is what Zeke Emanuel and others write in 2020. And so many of the guidelines throughout the United States were revised in light of the COVID-19 crisis. And some states remain vague about essential personnel priority, despite being very precise on other dimensions. For instance, in Massachusetts, they recommend a priority point system that relies on rigorous clinical criteria like the SOFA score, but they casually suggest heightened priority for essential personnel without detailing its implementation. In Pittsburgh, their guidelines specify two tiebreakers, one that's based on age and the other that's based on essential personnel status, but there's no clarity about how to use these tiebreakers. The vagueness in these cases sharply contrasts with widely accepted calls for clarity in rationing guidelines. And this is something that has not gone unnoticed. So here I have some clippings from
the press about confusion and frustration due to vague descriptions. So the first is describing Massachusetts' rules. The second is describing Maryland's rules and contrasting them with Pennsylvania. Now, if we look prior to the COVID-19 pandemic, this debate about essential personnel played out in the context of other influenza pandemics and rationing of ventilators for those pandemics. Some states, such as New York and Minnesota, had to give up on essential personnel priority, largely due to the concern that we might have an extreme scenario where no units remain for the rest of society. So the Minnesota Pandemics Ethic Working Group stated, it is possible that essential personnel would use most, if not all, of the short supply of ventilators, and other groups systematically would be deprived access. New York wrote, it may mean that only healthcare workers obtain access to ventilators in certain communities. This approach may leave no ventilators for community members, including children, and is unacceptable to the task force. So both of these states abandon essential personnel priority. And the bottom line is a limitation of the priority point system, the allocation mechanism in both of these states, designed to implement a balance of ethical values, resulted in giving up these values. Now, it's clear that many of the challenges in a priority system rely on the fact that there is a single priority ranking of patients that is identical for all units. So a remedy has to break this characteristic, this limiting characteristic. And that's where we propose a reserve system. So a reserve system divides resources into multiple categories and uses different criteria for allocation of units in each category. And the essential idea is by having category-specific criteria, we can reflect the balance of ethical values guiding allocation of units in the given category. So rather than having a debate about essential personnel being at the front of the priority or not having priority at all, we can set aside or reserve a portion of units where essential personnel will get preferential treatment. That is only a fraction of units. It need not be all of the units. Okay, and we therefore have additional flexibility to arrive at a compromise. So in a reserve system, you can think of it as a compartmentalized priority system. There are three key primitives. First, a division of the total supply of resources into multiple categories. Second, the size of each category. And then finally, a category-specific priority order of patients for each category. With these three primitives, in many applications, there may be another thing to think about, which is what to do when a patient qualifies for a unit through multiple reserve categories. Okay, now the units are homogeneous, so a patient doesn't care about which category through which they receive a unit. However, the choice of which category we assign the patient influences the outcome for other patients. And this is a key issue that we've seen misunderstood in several high-profile real-life applications. So some of our earlier work together with Umut Dur and Scott Commoners identified challenges with a reserve system used for school assignment in Boston, where 50% of the school seats were reserved for applicants from the neighborhood. And we have some more recent work with Alex Rees-Jones identifying similar challenges in the allocation of H-1B visas in the US immigration system. Okay. So that's a detail that we have to think carefully about. And that's a lot of what our paper investigates. In fact, it not only considers that, but we present a general theory of reserve systems, starting with three intuitive axioms that any allocation system should satisfy. Our paper characterizes the implications of these axioms. And we formulate a cutoff equilibrium solution concept that's akin to a market style mechanism that links our normative axioms to real world implementations of reserve systems. Now, this formulation shows that there can be multiple equilibrium, but we also show how to compute equilibrium outcomes. And we go on to extend prior analysis of sequential reserve matching policies, which dominate
the practical applications of which we're aware. And we formulate the potential shortcomings of these sequential reserve matching policies and introduce and analyze what we call smart reserve matching policies. So there's a lot of theoretical meat here. I don't have the time to get into it. What I want to use my remaining time to tell you about are some of the policy developments that have happened since we issued the first draft of this paper. Okay, and all four of us have been interacting with the medical community to try to get our ideas out and increase the flexibility of rationing schemes. One of our partnerships is with the University of Pittsburgh Medical Center. That's a group of, I think, more than 30 hospitals in Pennsylvania. And through our collaboration with the doctors in Pittsburgh, UPMC announced a model hospital policy for fair allocation of medications. And so it was a very large team, including economists, lawyer Govind Prasad from the University of Denver, and diversity and inclusion experts, ethicists, and medical specialists from the University of Pittsburgh. And what does this policy do? It was used to allocate remdesivir, one of the most prominent drugs for treatment of COVID-19. There are three different reserve categories. So the committee proposed these. The first is a category for patients who are from hardest hit areas, and that's defined as geographies where the area deprivation index has a high score, a score between 8 and 10, where 10 is the maximum. A category for essential workers, and that's based on the Pennsylvania state definition of an essential worker, and a category based on whether the patient is expected to die in 1 year. And so the priorities in this system are based on a lottery. So our reserve system simplifies to a stratified lottery in which there is a 25% boost for hardest hit and essential workers, and a 50% reduction for the third category of patient who's expected to die in the next year. And the outcome was determined dynamically through cutoff lottery points for each category. About 280 patients went through this system in UPMC. And after its initial deployment in May, this system was endorsed by the Commonwealth of Pennsylvania as a model for the rest of the state. Second policy development I want to tell you about is the debate, the very active debate right now in the US about equitable vaccine allocation. In July of 2020, the CDC and the National Institute of Health commissioned the national academies to formulate recommendations on the allocation of a COVID-19 vaccine. So a distinguished panel of experts met several times and issued a draft report in September 2020. Titled A Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccines. And in his written and oral comments, a bioethicist from the University of Pennsylvania, Harold Schmidt, inquired about the precise recommended mechanism to prioritize members of hardest hit communities and brought our proposed reserve system to the committee's attention as a possibility. At the same time, a group including Zeke Emanuel wrote in JAMA in response to the National Academy's draft the following: dividing the initial vaccine allotment into priority access categories and using medical criteria to prioritize within each category is a promising approach. For instance, half of the initial allotment might be prioritized for frontline health workers, a quarter for people working or living in high-risk settings, and the remainder for other. Within each category, preference could be given to people with high-risk medical conditions. Such a categorized approach would be preferable to the tiered ordering previously used for influenza vaccines. So Zeke and Govind Prasad and Monica Peake endorsed a reserve system for the vaccine allocation. And finally, just a few weeks ago in October, the National Academy has issued their final framework for equitable allocation of COVID vaccines. And in this allocation, their final proposal draws heavily on the recommendations of that former article by Emmanuel.
And what they state here is we want to try to combine a balance of values. And one particular recommendation is a 10% reserve for people from hard hit areas. So the quote here says, rather, the committee proposes that an indicator of disadvantage, SVI, the Social Vulnerability Index, be used in two ways. First, a reserved 10% portion of total federal allocation of COVID-19 vaccine may be reserved to target areas with high SVI, defined as being in the top 25% of the SVI distribution within the state. Okay, so this is an ongoing conversation. The National Academies have issued their recommendation endorsing a reserve system, and now the CDC will have to decide on their final allocation mechanism. So let me wrap up here. In the first few months of COVID, a lot of societies were unprepared for this phenomenon of rationing in the context of ventilators. And at present, there is a very active debate about vaccine allocation. Poorly designed mechanisms may damage the social contract between different segments of society. And a allocation system must accommodate widely accepted but potentially competing ethical values. It's important to find the right mechanism to honor these principles to maintain the social fabric. And we believe that the reserve system that we've proposed and formally studied here is an important part of the arsenal. It increases flexibility, and that's a viewpoint that's now been endorsed by several of our medical colleagues. So let me stop there. Thanks so much for paying attention. I'm really excited about the new center at the University of Tokyo, and I wish you guys the best of success. I hope we'll have a chance to see you in person sometime soon. Thank you. はい、以上、パサク先生による講演でした。続きまして、松島副センター長より、デジタル法廷でオークションビジネスを創発する、ブロックチェーンが奏でる未来の絆の在り方の講演です。松島先生は、日本におけるオークション理論、メカニズムデザインの第一人者であり、持続的発展のための制度設計、分科会の委員長や、オークションマーケットデザインフォーラムの代表などを務められております。それでは、松島先生、お願いいたします。はい、どうもありがとう。東京大学の松島仁です。これから、オークションの、簡単な概要と、それと、まさにリアルタイムで現在私が進めている研究を、簡単にご紹介していきたいと思います。スライドに従って、あれ、はい。はい、それでは始めさせていただきたいと思います。マーケットデザインにはですね、2タイプあります。で、1つはマッチングですでにお3人に説明をいただいたわけなんですけど、もう1つが、オークションであります。で、オークションの、非常に大きな特徴はですね、お金の機能をフル活用するという点にあります。個人の便益、社会の便益、これを金銭で、評価します。で、価格と配分の組み合わせ、あるいは、金銭と、データ、観察ですね、モニターですね、でこういうものをうまく組み合わせて、でこの、情報なり行動なりを引き出すというインセンティブの設計を行うということであります。さあこのマーケットデザインにおけるですね、お金の使い道というのは、通常の我々の話とは違いまして、大きく4つに大別されます。で、1つ目がですね、その金銭的評価の高い人に割り当てようと、こういう使い方でありまして、いわゆる典型的なオークションと言われている方式で行われていることです。これは例えばその余剰を最大化するとか、売り手の収入を最大にするとかいう、こういう使い道であります。で、2番目がですね、このマッチングの問題と深く関係して、そのマッチングの効果を倍増させようということであります。で、それは価格を上手に設定して、
もっとあのマッチングを楽にしようというこういう問題で、まあ、少し複雑な問題に適材適所に割り当てるというこういうことの使い道ということであります。で3番目がですね、お金をその飴と鞭に使うということで、まあ、例えば出来高払いのルールをデザインするとか、あるいは環境問題だとすると炭素税のルール設計であるとか、まあ、こういったことがこの範疇に入るんですが、こうなるとですね、もうオークションっていうふうにあまり言わなくて、まあ、オークションの進化系である、まあ、メカニズムデザインというテリトリーの話だというふうに考えていただいていいかと思います。で3番目がですね、まあ、今日後半にお話しするデジタルコート、デジタル法廷っていうのはこれに関連しますが、隠れた動機ですね、金銭とかそういう物質的な欲求とかそういうのから離れてですね、まあ、倫理的な動機とか、まあ、そういった動機っていうのはまあ隠れて実際の行動に結びつかないことがあります。こういうのを制度設計によって何とか引き出すというこういうアイデアであります。で、まあ、行動経済学的メカニズムデザインというふうに言ってもいいかと思います。さあ、このオークションその他のですね、用途と方式というのはとても豊富であります。ここはちょっとマッチングと違うところだと思います。まあ、例えば、私的財のケース、この左から右にだんだん複雑になっていくわけなんですけれども、まあ、一番単純なケースが、まあ、1単位を売るというケースで、まあ、ここに書かれている方式というのはもう本当に古い歴史のもう人間の歴史からずっとあるようなものばかしであります。で用途もはっきりとしていて、まあ、ほとんどレディーメイドと言っていいかと思います。ところがですね、同じ製品というかアイテムをですね、複数単位売るという話になると、まあ、適面に問題は難しくなってきます。で、まあ、ここには電力市場の設計というのが、まあ、この領域に入ると思います。まあ、この辺からもうオーダーメイドっていう感じになるわけです。で、最も難しいのがこの複数のアイテム、異なる品質なり用途のあるものをですね、一度に入札にかけるというこういうケースになりますと、まあ、代表的なのが電波オークション、それにスポンサードサーチオークションというのがこの領域に入るわけなんですけれども、これはとても複雑な社会実装になります。そのためですね、ルールも作り込みが非常に大事になる。ゲーム理論の研究者だけでなくてですね、計算機科学や機械学習とのコラボが必要になります。まあ、例えばですね、ここに電波オークションの一つの CCA というケースがありますが、この場合には効率的な、周波数の免許の配分の計算に、こう計算機科学が使われます。でこちら の, 放送用電波から携帯通信への移行させる、オークションというケースにおいてはですね、電波の干渉を防ぐような、再配分の、計算というところで機械学習を使うというふうになっております。さあ、このオークションとか、まあ、今メカニズムデザインという言葉も出しましたが、この用途というのは、まあ、私的財には限りません。公共財の供給と、まあ、例えばそのコモンズの悲劇と、こういう問題の解消にこういう金銭を使ったマーケットデザインというのをあの使うわけであります。まあ、環境の問題であれば排出権取引市場の整備というのがこの範疇に入る話であります。でもう一つが、クラブ財というケースになります。これはですね、まあ、仲間があって、その仲間の中ではリソースは競合せず使えると、こういう状況の時になかなかそのリソースを誰かが供給してくれない、いわゆるフリーライダーの問題であります。これはですね、ビジネスのパートナーの間でインセンティブの契約をデザインするというこういう問題に対応しまして、まあ、これはモラルハザードのメカニズムデザインの問題というふうに考えていいと思います。で3番目がですね、これはとても重要なんですが、リスクの売却といってですね、みんな一人一人が抱えているリスクを
そのリスクをテイクしていいと思っている人にオークションで売るという話であります。ここにも制度設計が使われるわけですが、これの重要なポイントは、これによってですね、リスクから逃れた人はですね、新しいビジネスや新しい市場に向かうのを後押しするという、こういうそのシナジー効果が あるわけであります。で、最後がですね、貧困や不平等の是正ということにも、このお金の使い道があるわけであります。で、金銭を使って非金銭的な便益の達成ということも考えることができます。さあ、ここから徐々に今日のメインの話に入っていくんですが、けれども、オークションを実際に行うという、こういうその、社会の環境のことを考えます。これをエコシステム、あるいは今回 のスピーチのタイトルにある絆という表現を使いたいと思いますが、ね、こういう中でオークションを見ると、まあ、一番真っ先に思い浮かぶのが、プラットフォームビジネスである、まあ、ネットオークションということであります。まあ、我々が何かを売ったり買ったりしたいという、こういう時にオークションを使いたいんですが、それを代行してもらいます。ね、その、まあ、商社の判定であるとか、受け取りの確認と代金の支払いというのを、このプラットフォームで行うわけです。まあ、これは評判に支えられなければやっていけないビジネスモデルになっています。で、この背景には法的基盤も必要になります。ね、でところが、これは素晴らしくいいわけで、まあ、問題がなく見えるんですが、実はですね、利用者側にはですね、まあ、気づくか気づいてないか、まあ、結構高い機械費用がですね、実際にはあるんだということであります。まず一つは、これはその非常にその難しい評判の仕組みで支えられているので、まあ、レントを取られます。それと、何らかの裁判があった場合には、この裁判費用は非常に高くつきます。で、さらに重大な問題はですね、まあ、このプラットフォームに情報が集中してですね、まあ、それを転用されたり、漏洩したりするっていうリスクを利用者側はいつも負ってるということになります。で、そこでですね、まあ、プラットフォームビジネスはいいんだけれども、他に良いやり方はないですかと、こういうことになって、まあ、こういうのは、その、やっぱ基礎研究者の、こう、イマジネーションが、重要な箇所になってくるわけであります。ね。で、そこで、自分たちだけでオークションをやろうじゃん。ね、低コストで、ね、安全にと。で、問題は信用のない者同士がっていうわけですよ。ね。だよく知らない相手とオークションをやるっていうわけです。で、その背景に法的基盤もあんまり期待しないと、まあ、こういう条件でやれるんだろうかと。で、これはこんなこと言うと、少なくとも私が習った時の経済学では、それは無理ですと、ゲーム理論でも無理ですって話だったんですが、どうもここ何年かの間に事情が変わったということであります。それはですね、ブロックチェーンを活用するということである。で、ブロックチェーンといってもビットコインのことではありません。イーサリアムのことであります。なぜイーサリアムなのかというと、このブロックチェーンにおいてはですね、スマートコントラクトというですね、あたかも自動販売機のような装置をですね、ね、利用者が自前で作成して、このブロックチェーンの中で管理するっていう仕組みっていうのが搭載されています。で、このスマートコントラクトを作成することによって、オークションを全部自動化しようということです。だから改ざんをされたり、不正も起こらないようにするっていうことが、技術的にかなりできるようになったということが背景にあって、こういう提案が出てきております。ね、で、まあ、やり方、オークションのルールをこのスマートコントラクトとしてプログラムで書くわけです。プログラム化します。それをブロックチェーンの中で管理してもらいます。ブロックチェーンの中の管理は、まあ、改ざんができないようにいろいろ作られています。で、最終的な決済はですね、現金じゃなくて、このデジタル通貨を使って決済します。なぜかというと、このデジタル通貨とこのスマートコントラクトは、ブロックチェーンの中でリンクさせることができるという強みがあるために、これがうまくいくように見えてくるわけなんですよ。で、全ての工程は完全自動化可能だと。
ところがですね、じゃあなんでこれやらないのっていうと、実は一点もう明らかなる未解決問題が残っているんです。その問題というのがオラクル問題というふうに言われるものであります。これ、あ、大丈夫ですね、はい。で、じゃあこれからオラクル問題というのを説明します。ブロックチェーンというのはですね、まあ、実はそのかなり孤立したネットワークで、外の世界とは一応切り離されている状態になっております。だからブロックチェーンの中にないデータっていうのは誰かが入力しないと使えなくなっています。で、ここでオークションの場合に重要な入力っていうのは、実際に品物がですね、売り手から買い手に本当に送られたのかどうかっていうことを誰かが入力しなければいけません。で、ここでインチキされると困っちゃうわけなんですが、これを誰がするんですかと、これがオラクル問題ということになります。ね、このオラクル問題がさえ解決されれば、まあ、オークション、あるいはそれのみならずですね、あらゆるビジネスの契約や取り決めということが、ほぼ当事者だけで実行できるようになると、こういう目処が立ってくるということになるわけであります。さあ、で、そこで、素朴な解決案っていうのはですね、まあもう本当に素朴で申し訳ないんですが、正直な人、あるいはですね、嘘をつけないような何らかの自動システム、こういうものに入力を頼むという案であります。で、まあこれは、却下ですね。しかしですね、まんざら全部却下というわけでもないんです。これは最近の実証研究ではですね、まあ、かなりの豊富なデータで、ほとんどの人は、嘘をつくことで得られる利益の大半を放棄しているという、そういうその、提案じゃないや、こういう主張というのが注目を浴びております。で、そこで、一応仮説としては、世の中のほとんどは、こういう、こんな正直なんてことは考えない、セルフィッシュな人、ここは今、わがままって言いますけれども、それか、まあ、少しは正直な人、で成り立っていると。で、他にまあいろんな人もいるかもしれませんが、まあ、それはそのマイナーだというふうにして、しかし、まあ、実際はほとんどはセルフィッシュだろうと。で、まあ、少し正直な人は少しはいるんじゃないかっていう仮説のもとで、もっと良い案はないですかと、こういうふうに考えていくわけであります。で、そこで、マーケットデザインの登場であります。私とですね、UBC ブリティッシュコロンビア大学の野田俊也先生との共同でですね、今年の、3月から初めにですね、あるこういうタイトルの論文を書きました。で、すぐにですね、東京大学の英語版のプレスリリースで、まあ、その内容が公表されました。まあ、タイトルがデジタルコートフォアデジタルエイジという、まあ、なんか洒落たタイトルになっているんですけれども、まあ、要するにですね、マーケットデザインを使いましょうと。そうするとオラクル問題を解決できますよというメッセージなんです。で、その時のキーワードというのが、このデジタルコートであります。ね、つまりデジタル法廷だね。で、まあ、実はですね、まあ、この内容をポリッシュして、まあ、結構時間がかかって、実は、数日前に出来上がったばっかしというのが正直なところなんですけれども、まあ、アイデアはもともとあるんですが、これはですね、先ほどの、まあオークションのルール、これをそのスマートコントラクトというその自動化のプログラムに、まあ、書いて、ブロックチェーンに搭載するわけで、投じる、管理するわけなんですけれども、その時に以下のようなデジタル法定システムというものもスマートコントラクトに書いておいて搭載する、あらかじめしておくというアイデアであります。これはもう本当に簡単なアイデアなんですが、A さんと B さん、2人を呼んできて、この人に取引が完了したか0か未完了1かを入力してもらいます。
で、この2人はですね、一応0か1かを知ってるとしましょうと。これは当事者はまあ知ってますけれども、まあ、実はまあ願わくば当事者じゃない方がいいので、いろいろ説明をして、こういう人に頼むんです。でもこの人たちは信用のできる人っていうわけではありません、ね。で、そこで何してもらうかというと、0か1という数字を入れてもらうのではなくてですね、0と1の区間の任意の実数を入れてくださいっていうふうに頼むんです。だから曖昧な入力を認めると、ね。そしてお二人の言ってることに違いがあった場合はですね、この差、この分を罰金としてこのイーサのデジタル通貨で、罰金を取ると。だからあらかじめ拠出してもらってるわけなんですけれども、まあ、これはもう大昔のブレワスコアっていうルールなんですけれども、まあ、これだけなんですね。で、まあ、これはスマートコントラクトに搭載していますから、入力部分以外は全部自動化されてるわけです。あとは彼らが正直に0なら0と、1なら1と入れてくれるかどうかっていうことで、これを2人の間のこういう関係がありますからゲームになっているので、この、ゲーム理論の均衡を導くっていう問題になります、ね。そうするとどういうことになるかというとですね、ね、まあ、今、わがままと正直な人っていう社会を考えます。で、そうすると、あるちょっと特殊なケース、純粋わがまま社会と呼びますが、こういう社会でなければですね、このデジタル法廷によってオラクル問題が解決される。つまり正直に A さんと B さんに入力するっていうことが唯一のですね、この、ゲーム理論の均衡になると。まあ、唯一っていうのは結構重要で、唯一じゃないとかなり不安ですから、これが唯一だっていうことだとすると、ああ、ちょっと安心だなっていう感じになるわけです。で、純粋わがままな社会でなければっていうのはどういう社会かっていうと、わがままな人としか付き合いのない社会ということです。つまり私はわがままです。あなたもそうです。あなたは私のことをわがままと思ってますね。あなたが持ってる私もあなたのことをわがままに思ってます。そのあなたも私のことをわがままと思ってるでしょっていう、まあ、キリがないんですが、こういうわがまま連鎖がですね、全員に成り立ってるっていう社会と。これを我々の話して、言葉で言うと、コモンノリッジ・オブ・セルフィッシュネスっていうふうにまあ言うことになりますが、コモンノリッジっていう言葉を使うんですけれども、こういうケースっていうのは、まあ、さっきのアベラーさんたちの話から聞くに、まあ、これは無視していいだろうと思う社会だろうと。で、こうでなければ、オラクル問題は解決されるので、オラクル問題気にせず、レッツゴーと、こういうことになるわけであります。さあ、そうすると、まあ、今ですね、プラットフォームのエコシステムっていうのがあって、次に、ブロックチェーンのエコシステム、これがオラクル問題の解決によってですね、まあ、未来に何らかの影響を与える可能性があるということになってきました。そうするとですね、これがですね、もたらす未来社会というのは、果たしていい社会なのか、ユートピアなのか、ディストピアなのかということが、こうクエスチョンになってくるわけです。で、実はですね、このブロックチェーンの仕組みというのはですね、ビットコインだろうが、イーサリアムだろうが、何だろうがですね、この取引なり、こうスマートコントラクトなりはですね、最終的にみんなが見てですね、バリデートして、その台帳に記載されるっていうふうにしていかなければいけません。で、この段階でですね、大勢の人の目にさらされるんです。だから、プライバシーはほとんど保たれない仕組みだと思っていいと思います。ね、で、だって良くないじゃないかっていうことになるんですが、ところがですね、このデジタル法廷はですね、完全にテンプレート化されてます。つまりですね、さっきのブレアスコアの関数と入力 XA と XB と、ね、で、まあ通常全部ゼロになるわけなんですけれども、何見たったって全部同じ形になってるわけですよ。
ね、そうすると、これ中身見てですね、実際にどんな取引をしたのか、どんな契約をしたのか、どんなオークションでもやったのかっていうことは他人には理解することができません。したがって、この仕組みっていうのは非常に高い秘匿性を保持している仕組みだということになるわけであります。さあ、そこで、ならばユートピアだとするのようなことがもし起こるっていうんだとすると、なぜかというと、このデジタル法廷によってですね、オークションに限らず、ありとあらゆる良い契約や良い取り決めがですね、自由に安全に実行できるっていうことになると。そうすると、もちろん経済は活性化するっていうことになります。ところが、そうでない場合ですね、ね、ディストピアっていう悪いストーリーもこのままだと考えられます。つまり、このデジタル法廷を悪用すると。で、違法行為をやっても、バレないわけで、何やってるか分かんないからね。ね。で、特にですね、談合のような行為だとですね、リアルではですね、物の動きがなくてですね、で、このお金の動きだけが、そのデジタル法廷、このスマートコントラクトによって、バーチャルになされてるっていうふうになります。ね。で、何の用途で行われてるのか分かりませんから、バレないで違法行為が巷にあふれるということになりまして、これは経済を大きくダメージを与えてしまうであろうと考えられるわけです。で、そうしたらば、先ほどプラットフォームビジネスっていうのと、このブロックチェーンの、そのプラットフォームだってなかった、そのエコシステムと、こう今2つ持っていて、両方ともこうネガティブな側面を持っているわけです。で、いいところもあるわけで、まあ、そこで、まあ、当然その弁証法的使用というのが必要になるわけなんですが、ディストピアを回避したいと。で、先ほどの2つのケースを批判的に検討する。で、より良いデジタルエコシステムのデザインを追求しましょうということが必要になっていくだろうというふうに考えています。で、まあ、これが私がここの、UTMDE でおいてですね、まあ、研究者としてですよ、ね、追求していく一つの重要なゴールなんだろうというふうに、考えております。で、まあ、以上でございます。はい、松島先生、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきます。質疑応答ですが、事前に頂戴している質問からいくつかお答えさせていただきます。まず一つ目が、内容に興味があり、社会人でも参加できる企画があると嬉しいです。とのことですが、こちらセンター長の小島先生、お願いできますでしょうか。はい、わかりました。まずご提案ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。ですね、当会では、今後いろいろなイベントを開催して、いきたいと思っています。まあ、特にですね、今回は、ざっくりとしたお話をしましたけれども、まあ、今後は医療とか人事とか、そういった具体的なテーマごとに特化したイベントなんかを考えています。そこではですね、最新研究の紹介とか、センターのとしてはどういった提案をするかということのお話、それから、さらにですね、学内外、社会人の方を含めて、いろいろな意見交換の機会というのを設けていきたいというふうに考えています。で、こういったイベントに関しては、今後、ホームページとか、Facebook、Twitter のアカウントなんかで、随時告知をしていきますので、そちらの方もご注目をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、活動として民間企業との協業を考えておられますでしょうか。とのことですが、こちらもセンター長の小島先生、いかがでしょうか。はい、そうですね。はい、答えは、はい、ということで、実はすでに、いくつかの民間企業様ですとか、いろんな機関からですね、寄付や、共同研究のお誘いなんかをいただいております。まずこの場をお返しします。ありがとうございます。でですね、もし興味をいただけましたらですね、当センターの事務局の方にまで、メールをいただけたらと思います。
もちろん具体的な寄付とか、共同研究というところまで形が固まっていなくてもですね、まあこういった問題があるんだけど何か、センターで手伝ってもらえないかとかですね、そういうものでも結構ですので、ぜひまあご連絡いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、機械学習や構造推定、計量経済学といった分野からも、UTMD の活動に参加するということはあり得るのでしょうかとのことですが、こちら小島先生いかがでしょうか。はい、機械学習や構造推定、はい、そうですね、ですね、まあ少しざっくりとして言い方をしますと、まあ精度の設計には、まあ、データ解析とかですね、まあ精度を設計した後の性能評価ということが、まあ必須になりますけれども、そのために、ですね、こういったことについて知見を持っている、まあ、データサイエンス、計量経済学の手法などに通じている、研究員が、本センターには多数在籍しています。またですね、まあ、今、特にご質問にあった機械学習や構造推定を含む、まあ、人工知能とかコンピューターサイエンス、なんかのですね、まあ、周辺領域、特にまあ、コンピューターサイエンスなんか、については、まあ、そちらの分野をリードする研究者の方にも入っていただいております。もう一点、加えますと、現在、理化学研究所と共同で、スパコンの、富岳を使った、共同研究の契約というのも、ちょっとお話を進めているところですし、まあ、いろいろとな方面から、まあ、対応していこうと思っていますので、まあ、万全の体制ということかと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、こちら人材ビジネスに関わられている方から頂戴した質問ですが、特に参照すべきマーケットデザインの文献等があればぜひご紹介いただきたいですとのことです。小島先生おすすめの文献をぜひご紹介ください。ですね。ですね、具体的な論文とか、まあ、どういう事例があるのかということに関しましては、現在作っている、まあ、現在のセンターのホームページなんかで随時、ですね、情報を発信していきたいと思ってます。で、具体的には、個々の事例に関して、実は、今、まあ、ですね、資料なんかを作成していますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。で、差し当たっては、一般向けの書籍なんですけれども、先ほど何回か名前が出てきた、アルビン・ロスさん、が、Who Gets What? という本を書いていて、それをまあ、それが和訳も出ていまして、とてもいい本だと思うので、まあ、そちらをまずはご覧になったら、どうかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きまして、こちらで、事前の質問を最後にさせていただきたいのですが、他の大学で、マーケットデザインの勉強をする予定なのですが、他の大学の学生、修士博士課程の学生向けのより、専門的なセミナー等を行う予定はありますでしょうか。とのことですが、こちら小島先生いかがでしょうか。はい、そうですね。まずはですね、通常のまあ研究機関としての責務も果たしていきたいと思っておりまして、すでに、いわゆる 東大でやっているようなそのセミナーのようなものをまあ始めています。国内外の先生方をお呼びしてですね、いわゆる研究セミナーを開催し始めております。で、現在それに並行して、まあこれはまだ非公開、現状では非公開なんですけれども。まあ、定期的な勉強会というのを、まあ、私を含め、関係する、まあ、教員、学生などを含めてやっております。で、こちらについても、ですね、もう少し試してみてですね、場合によっては、まあ、公開というふうに移行することも検討中です。ですので、まあ、ですね、そのような、まあ、具体ではいくつかありますが、まあ、今後も、その、東大内外を含めまして、研究に興味のある方々も、ぜひ巻き込んでいきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、本日いただいた質問ですが、すみません、大変たくさんの質問ありがとうございます。時間の都合上、恐縮ながらすべてお答えできかねますが、いくつか、取り上げさせていただきます。まず一つ目ですが、こちらは、鎌田先生への質問ですね。保育園におけるマッチングに関して、兄弟がいる家庭では、兄弟を同じ保育園に入れたいという希望があるようです。自治体ごとに様々な考え方があり、ある自治体で使った方法が、そのままでは他の自治体には適用できないことが考えられますが、個々の問題の特殊性に、どう対応していくのでしょうか。とのことですが、こちら鎌田先生、いかがでしょうか。はい。とてもいい質問ですね。ですね、まあ、兄弟の話なんですけども、2つシナリオを考えられると思います。まず1つは、すでに兄弟が入園していて、新しく、お姉さんがいて、弟を入れたいというような時ですね。
そういう時はですね、そのお姉さんのいる保育園の点数、その保育園のみにつき、その弟の点数を上げるというようなことをするということになると思うんですけど、そうするとこの保育園ごとに点数が変わるということになって、ちょっとまた複雑になってくるんですね。なんですけども、私たちの研究はそういう場合にも対応している研究になっています。ですので、そういうケースは問題ないです。もう一つのシナリオはですね、兄弟が同時に入園の希望を出すということですね。これは小島先生の話にあった、研修医のマッチングで、カップルが同時に希望を出すというケースにとても似ていてですね、まあ、こういうケースにも我々のような専門家の 知見が使えると思います。で先ほどなんか自治体ごとにどういうふうにしたいか、違うんだけども、それにどう対応していくかって話があったと思うんですけども、まあ、自治体ごとにその兄弟をどれくらい優先するかっていうのは、まあ、考え方違うって、これは当然だと思うんですね。その個々の状況をこう聞いて、我々がそれぞれの自治体 に、うまく対応して、アルゴリズムを設計していくということで、まあ、これができるのがまあ専門家の役割なので、そういうことをしていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。続きまして、待機児童問題に関して、マキ数の最大化を優先すると、保育士や1人当たりが見られる、児童数の性質上、保育園を より切実に必要とする0歳児が不利になってしまう気がするのですが、対策はあるのでしょうか、とのことです。こちら、浜田先生、お願いいたします。はい、これも、とてもいい質問。というか、私の、プレゼンテーション、ちょっと誤解があったかもしれないので、これ、答えておくといいと思うんですけども、マッチ率、マッチできる人数をできるだけ高くしたかったら、もちろん、年齢の高い子たちをどんどんマッチさせればいいということになってしまうんですけども、私たちのアルゴリズムはそういうことをしているわけではないです。そういうことをするのではなく、できるだけ公平にですね、点数の高い人、点数の低い人がマッチしているのに、高い人はマッチしないという状況はなくしたような状況で、その中で、できるだけお子さんにとって一番いい、そういったマッチングを見つけるというような研究の方向性で論文を書きました。で、そういうふうにしたときに、マッチ数が、大増加させ、140人ぐらいでしたかね、増加させることができるということを発見したということになります。はい、ありがとうございます。続きまして、定例移動や年功序列が導入されている日本企業について、現実的に移行できる、まあ、人事の制度設計、Google さんは Google さんで外資系の企業ですので、それとは違うその日本企業について、移行できそうな制度設計にはどのようなものがあるでしょうかとのことですが、こちら、小島先生、いかがでしょうか。そうですね。つまり、まあ、日本企業で、例えば企業内の人事で、こういったお話が使えるのかっていう話かなと思いますけれども、私の試験としましては、実を言えば、日本は、こういったマーケットデザインのソリューションを受け入れやすい土壌にあると思っています。というのは、ご質問にもありましたけれども、定例移動っていうのが、まあ、日本では非常に使われていますよね。で、こういうふうにタイミング、どこでみんなが移動するかっていうのが決まってるとですね、そこで一斉の瀬でアルゴリズムを使うっていうのは非常に容易なんですね。実を言うと、先ほどお話をした Google はですね、もともとは、そういう定例移動がなくて、年の間にずらずらずらっとこう、なんていうか、通年採用みたいなことを企業内でやっていたんですけども、結論として、それだと、実は、いっぱい動けるそのチャンスがあるように見えるけど、実はみんな尻込みしてしまって動かないって問題があったんですね。で、実際、Google で、その、新しい制度を導入した際には、実は、今まで通年採用みたいなことをやっていたのを、わざわざ年3回のマッチングに、あえて、定例移動みたいなものを導入して、日本企業みたいな。で、それで、アルゴリズムを回すということをしています。で、結果として、実はそれで、ちょっと直感に反するところですけれども、意外にも、実はその方が、移動が促進されたということがあります。で、日本は Google、日本企業、典型的日本企業は、そういうですね、Google みたいにわざわざ通年採用的なことをやめて、定例移動をさせるということをしないでもいいという意味で、むしろ、我々が今日お話したような、制度が、使いやすいんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、日本ではなかなかマーケットデザインが外国に比べて導入しにくいというネガティブな情報が多い中で、でも日本だからこそ導入しやすいことがあるんじゃないかというのはすごくポジティブだなと感じました。こちらについて日本ならではのそのマーケットデザインの導入とかについて何か
ちょっと一言、これはというのをおっしゃりたい先生方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？私こそみたいな。あ、小島先生、どうぞ。申し訳ないんですけども、今の流れで言うと、例えば保育園なんかも、そういう感じになってますね。国によっては、ですね、保育園のシートを配分する際にやっぱりこう年、ずっと年がら年中ちょっとずつ入れるみたいなのをやってますけども、日本では現状で基本的に4月にほとんどのすべて の保育園の入所決定をしますので、そこのアルゴリズムを変えるというのはそこの1回だけ変えればいい。で、我々がすでに知っているようなアルゴリズムに近いものを使えるという意味で非常に相性がいいかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。それでは大変恐縮なのですが、お時間の方が、だいぶ迫ってきていますので、ここでですね、最後に、センター長の小島先生より、閉会のご挨拶をお願いできればと思います。それでは、小島先生、お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。本日は、お忙しい中ですね、我々のシンポジウムにお越しいただきまして、大変ありがとうございました。もう時間持ってますので短めにしますけれども、いくつかお知らせがございます。一つは、今回のシンポジウム、先ほど、小田原の方からもありましたように日本経済新聞社及び、日本経済研究センターに講演をいただいております。この場をお借りしまして感謝いたします。それからですね、我々登壇者のみならず、大学内、ですね、総長をはじめ、とですね、RA の方々、スタッフの方々にですね、たくさん手伝っていただいたということで、ちょっとこの場をお借りしまして、お礼を言いたいと思います。さて、で、今回のイベントで、感じ取っていただけたらいいなと思っていたこととしましては、我々、一つのミッションは、研究機関として、基礎研究を発展させていくというところですけれども、もう一つの大きな大きな柱が、その社会とのつながりを大事にしていきたいということですね。社会への実装、その知見を実社会に使っていただきたい。で、さらに車の両輪のようにという話がありましたが、その社会から、どういう問題があって、どういう問題が解決すべき問題なのかということを教えていただく。そういう形で、こうですね、社会と一緒に発展していきたいということを考えております。ですので、ここに参加されている方、学生の方もいらっしゃいますし、社会人の方もいらっしゃると思いますけれども、これからもですね、ぜひ我々の活動に、参加していただければ、幸いです。具体的な話で言いますと、もう何度か、言った話ですが、今後ともですね、UTMD の中でいろいろな社会人向け、学生向け、研究者向け、いろいろなイベントを計画しておりますので、ぜひ、ホームページをはじめいろいろなところでの告知をご覧になって、ぜひまた参加していただきたいというふうに思っています。また重ねてですね、寄付や共同研究の、についても、募集しておりますので、ぜひ、事務局の方まで、ご連絡をご一報いただければというふうに思います。で、最後に、これ本当に最後ですが、ですね、この会が終わり次第ですね、事後アンケートの方をお願いしております。で、散々強調いたしましたように、我々、何よりですね、皆様からのフィードバックが大事という期間ですので、これからの活動の参考にというか、指針にですね、役立てたいと思っていますので、ちょっとお時間を取りますけれども、ぜひアンケートの方をご協力お願いいたします。以上です。本日は本当に長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。